この店の一番は何ですか？やはりお客様ですね。お客様。中町大駅すぐのですね、中町大商業振興会の方にやってきております。はい、いつものけんちゃんでーす。パンパカパーン、どうもけんじると思います。バイソクです。まだ確定はしてないようですが、はい、さあけんちゃん、今日はですね、不動産屋さんと不動産いうことなんですけども、はい、不動産屋さんって僕あんまりお世話になった経験がない。そうですか、はい、結構引っ越しとかしてたんで、はい、いろいろお世話になってるんですが、はいはいはい、でもね、ちょっと訪ねて行ってもちょっと用がないのに行くのも申し訳ないじゃないですか。なるほど、今日はですね、はい、だから僕ね、よくお世話になってる先輩が、はい、ちょっとこっちの横浜の方、まあ、続き区とか、はい、近辺に住みたいって言ってる人がいるんです。ちょうどいいじゃないですか。もちろん呼んでおります。その方どこに？ちょっとね、今ね遅れてるんですよ、事情があって。遅れちゃってる、はい、じゃあもう直接現場に来る。なんかパチンコで確変が入っちゃったみたいで。そんなやつに家は貸せるんでしょうか？大丈夫ですけども、住みたいって言ってる、住みたいって言ってる、はい、気持ちはあると、はい、っていうことですね、はい、じゃあそれでは今日も頑張っていきましょう。ハピコラスタートです。失礼します。お邪魔します。こんにちは。部屋をですね、ベッド大好きだな。すいません、ワンちゃんめでてるとこ申し訳ないんですけど、すいません、部屋をね、聞いてる？すいません、部屋をですね、すいません、すいません、部屋をね、はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、こんにちは。ここは不動産屋さんでいいですよ。そうですね、はい、不動産屋です。出たよ。どれぐらいの年数やられてるんですか？うちはね、平成元年からやってますので、はい、33年やってますね。どういったお客様が来られますか？割とファミリーが多いんですね。家族。そうですね、関西とか、うん、そっちの方面から転勤で来られる方多いです。交通のアクセスがね、うん、例えば高速道路でいうのは東名高速道路がアクセスあるし、はい、第三京浜、はい、通勤ターンがあって、湖北インターンがあって、はい、で電車が市営地下鉄があって、うん、新横浜から近いと。ああ、なるほど、新幹線が。そうか、じゃあビジネスマンにとってはすごく交通の便がいい。そうなんです。ケンちゃん、なんか今日用あるんでしょ？そうなんですよ。じゃあいいじゃん、ぴったりだよ今日は。ね、私のちょっとよくしてもらってる先輩がいるんですが、はい、ちょっとこの横浜の中町台主演で、はい、ちょっと住みたいなっていうことを言ってまして、はい、いい物件があればちょっとご紹介いただきたいなと思いまして。あ、いっぱいあります。なんか条件言ってた？ちょっとね、家賃が3万ぐらい。安いな。え？ありますか？ないです。ないよ。なんかやっぱりちょっと安く済ませたいらしいですよ、やっぱり家賃は。なるほど、お得な物件ということね、はい、お得な物件はどうでしょう？お得な物件ありますよ。あ、あるでしょ。ちょっとまあ一人物なんですけど、はい、リーズナブルなちょっといい物件ってありますかね？うん、そうですね、まあ、おお、はいはいはい、これが、広いのハウスっていう。はいはいはい。これ、いいな。見せていただくことってできるんですか？あ、大丈夫ですよ。あ、本当ですか？はい、あ、今日僕呼んできてて、もうすぐ来るんで。え、じゃあその先輩もし見ていただいて、はい、気に入れば借りるってことでしょう？もちろんです、もちろんです。もう探してる状態なんで今。さあ到着しました。こちらですか？はい、ここです。ああ、綺麗。2階もあるってことなんですか？そうですね、1階と2階があって、は、全面的にリフォームしましたので、はい、非常に綺麗です。あ、これがテラス新築みたいだよ。そうですね。はい、その先輩はよ、あ、いや僕ね、時間と住所ちゃんと伝えたんですけど、うん、ちょっと電話してみますわ。迷ってんじゃないの？はい、どうも。あれ、じゃあ新築さんじゃん、何やってんすか？いや、ここ俺んちだから。違うよ。え、いや勝手に入っちゃダメっすよ。いやいや、もう1週間ぐらい住んでんだ。ダメだよそんな。ダメだよ。さあ、ということで本日お家を探してるのはしんじさんです。えいえい。いや、だから本当にお家探してるんですか？いや、探してますよ、もちろんですよ。え、今住まれてるお
地はまあまあ差し支えない程度に言うとどこら辺なんですか、大きく言うと。タマレーンです。墓場じゃないかな。お墓に住んでるんですね。はい。で墓を出て、まあ、ちょっとちゃんと住宅街に住みたい。はい。予算はいくらでしたっけ。3万です。ないのよ。いつの時代のこと言ってるんですか。洗面器片手にこう石鹸カタカタっていう時代のことを言ってるわけでしょ。え、なんて聞こえるんだよ。さあということで、まずはこのリビングルームになるんでしょうか。広いですね。広いですね。これ何畳ぐらいあるんですか。 12.5 畳ぐらいです。おお、すげえ。新さんだって今何畳ですか、住んでるとこ。6畳。あ、2倍。いやそうで、これ見てよ、もう昼間だったら明かりいらないぐらいこの日が差して、あ、非常に日当たりも良好。あ、サムさん、これちょっと庭っぽいのなんですけど、これも仕様として使えるんですか。そうですね、庭付きですね。シエさん、お庭付きですって。いいですね、これ子供とキャッチボールできそう。シエさん、子供いないでしょ。出窓もありつつですけども、キッチンがいいじゃないですか。いいですね。え、これ新品ですか。新品だろ。交換しましたので、あ、新品が入っております。へー、だとこの広いシンクと、そして三つ口っていうからね、料理たくさんできます。魚も焼けるよ。グリル収納もたくさんあるから、で言ったら食器もいっぱいしまって、パーティーなんかもできますよね。パーティー誰呼びたいですか、しんさん。え、まず始発野郎とか呼びたいよね。誰だ。いや、じゃあどうぞこちらの方に。はい、あれ、2階の部屋の前にもなんか扉ありますけど。そうですね、あのこちらがあのお風呂場なんですけど。お風呂場。はい、お風呂場も今回リニューアルしてますので。うわ、綺麗。わわわわ。おおおお。お邪魔していいですか。はい、どうぞ。めちゃくちゃ綺麗よ。ほら、シーズン入って。綺麗ですね。追い焚きもできます。新品だ。追い焚きもできる。はい、お邪魔します。これはリフォームされたってことですか。そうですね、全部リフォーム。へえ、はい。じゃあ全部新品なんだ。全部新品。じゃあ、さらさこっちも。こっちトイレなんですけど。トイレもですね、あの、新しい便器になっておりまして、この新品、ウォシュレットも新しいものがついてます。うわ、綺麗、シーズン、ほら。うん、はい。お、見てください。あ、ウォシュレットいいですね。座ってみてください。はい。シンさん、普段はウォシュレット使うんですか。ウォシュレットは使わないです。あっても使わない。いや、でも使おうかな。ここ座り心地いいんで。座り心地がいい。ここでご飯とか食べれますよね。そう。でもここだけでいいですね。ここそうっすね。でそこでほら顔洗えるし。あ、本当だ。これ出てきますもんね。はいはい、はい、はい。で、そのシャワーで体も流していただいて。あ、シャワーで。はい。あ、いいですね、ここで。誰が突っ込むの？これちょっと待ってください。僕ここから見えるんですけど、うん、本当にちょっとズボンのようですね。あ、待ってください。ダメです。物件紹介でマジうんこダメっす、ね、ダメですよ。じゃあ2階の方に。はい、お願いします。はい。うわ、すごい新築の匂いしますけど。あ、そうですね、全部全面張り替えましたので。ああ、壁とかも全部張り替えてるんですか。綺麗なの。うわ、2階も明るいし広い。うわ、日当たり抜群。日当たりいいっすね。出窓もついてる。出窓もおしゃれよ。いいっすね。いや、ほらこのベランダあるから洗濯物干せたりするし。そう、本当だ。いいですね。はい。これで6畳ぐらいですか。これ4畳半です。4畳半。広く見え、広く見えますね。やっぱりやっぱ出窓とかあると広く見える。そうですね。やっぱり外に出っ張ってますんでね、その分広く使えるってことですね。なるほどね。はい、部屋公園ってこれだけですか。いや、あとそちらにもまだあるんだ、はい。ちょっと行ってみましょう。行きましょう、行きましょう。うわ、ちょっと、いや、もうここでしょ、もういろいろ見たい。ここに、はい、じゃあ次はこちらの部屋になります。はい、同じく4畳半になります。広っ。こっちも日当たりが、あー、すごい。お、収納があるんだ。あら、これすごい広いっすね。え、広いよね。クローゼットにいろんなもの入るから、言ったらこう部屋散らからないですよ。今だって新さんの部屋いろんなもので散らかってるでしょ。だってまあそれ言わないでよ。ごめんなさい、サムちゃん、それ言わないで。どんなもの散らかってるんですか。散らかってるって言わないで。新さん、商店街の番組。47歳の独身丸出しなんだ。
いろんなもの散らかしてるんですよ、はい、小道具だとかあるでしょ、やっぱコントの小道具とか、はい、全部だからこういうのしまってね、はい、必要なものだけ持っていくっていう、はい、いやでもすごい非常に広くて、ね、広い、すごくいいんですけど、はい、あれ部屋3部屋って言いましたね、もう1部屋あります、まあ、はい、いや十分すぎるけどね、はい、わじゃあ見せてください、お願いします、お願いします、行きましょう、はい、じゃあこちらが、最後に和室になります、和室、はい、あーちゃんといいんですかシートに、あどうぞ、はい、畳なんですね、ね、畳なんで、ここ畳は何畳なんですか、6畳ありまして、まあ、あの入居が決まった場合に表替えをするので、うん、今ちょっとあのこういうシートを引いてますけども、なるほど、はい、入った際には新しい畳になると、ね、シーさん畳好きでしょ、畳好き、じゃあもう新しい畳だからいいじゃないですか、もうね、新しい畳で、もうそれは僕のか、もし出るとき、うん、はい、僕の形の畳一回まとめましょう、一回まとめましょう、はい、なんですか、言いたいと思うことは分かるんですけど、はい、一回まとめて言ってください、はいはい、僕が家あの出るときに、はいはい、僕の形が畳ついて、まとまってねえな、まとまってねえな、諦めましょう、諦めましょう、諦めましょう、もう一つ、え、あ、まだある、これの開けていい、あ、どうぞ、いいんですか、店長、え、何、部屋、うん、え、押し入れじゃないんだ、あ、部屋じゃないですか、何度ですね、あ、もう十分、十分じゃない、部屋としても別に使えるんで、仕事部屋で使ってる方もいらっしゃいますね、ベビーワーク部屋、はい、え、広さはどれぐらい、2畳はある、あ、ちょうどいい、これでも雑念がなくて集中できそうですね、はい、できるできる、ここはいいよ、書斎とかにしてね、いいですね、これは、さあ、ということで紹介していただきましたが、いや、すごく綺麗でね、はい、もう完璧じゃないですか、完璧です、はい、ちょっと振り返りましょう、新次さんの新しいね、そのお家探すの条件として、はい、まあ、ちょっとまあ3万円みたいな5畳段ありまして、はいはいはい、5畳段ありましたけど、リアルなとこは何なんですか、まあ広いです、広、おお、いい、でも広いね、まあ綺麗で、綺麗よ、全部リフォームしてる、そうですね、まあ、うん、隣近所あるとこが結構いいですよね、隣近所あるとこがいい、どういうことですか、その間隔が空いてるとこじゃなくて逆に詰まってる方がいい、はい、あんまりいないです、ね、珍しいですね、はい、あ、でもやっぱその人がいっぱい住んでる方がやっぱそれは安心できますからね、まあまあ、あ、うん、もう住宅多いからいい、そうです、そうです、だから住みやすいって聞いてますよ、ここら辺、はい、え、じゃあもう完璧なわけですね、まあそうですね、うん、まあ僕のまあ理想、ほぼ理想な、なるほど、ほぼ理想ということでございます、はい、さあそれでは気になるお値段、はい、聞いていきましょう、ここのお家賃いくらでしょうか、さあここで商店街からのお知らせです、はい、10月の5日こちらですね、バーン、はい、館内ホールの大ホールで、商店街の吉本爆笑商店街2022開催決定でございます、イエーイ、昼の部がですね、はい、14時開場の15時開演、はい、そして夜の部が18時開場の19時開演となります、2部制です、はい、でチケットなんですが、はい、各商店街、ね、これ18区の商店街の方で、もらえるといいます、そうなんですね、そうです、はあ、買い求めできるチケットではないんですね、ネットとかでそういうんじゃないですか、販売では、そうなんです、なのでですね、この吉本芸人たくさん出るイベントとなっておりますので、ぜひぜひね、皆さん来ていただきたいんですが、はい、このポスター見たことありますけど、はい、ケンちゃん描いてるんですね、私がデザインさせていただきました、そうなんです、はい、ケンちゃんに描いていただきましたということで、商店街をモチーフにして、うん、まあ、出演決定されているキュートンのメンバーを描かせていただきました、はい、そうなんです、はい、出演者の方はですね、まあ、随時、どん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 ね、はい、公開していくんですが、キュートンは決まっておりますので、はい、ぜひ皆さん来てください、お願いします、この方も出ます、この横浜の街で大暴れしますよ、お待ちしております。